やもうパッと見からもうこってり外も中もやってあるんですけど、いや外は可愛く、可愛く、可愛いです、まだ可愛い系で、可愛い、まだ全然やってないし、いやいやいやそれみんな共通して言うんですけど全然やってませんって、うん、ちょこっと次足しただけなんで。じゃあまあそれでもあのやってないっていうところなんですけど、はい、ちょっと聞いていきたいと思いますが、はい、絶対やってやると思うのでじゃあまず車種名からお願いしてもいいですかね。スペーシアカスタム。スペーシアカスタムで、はい、だってこれもうパッと見まずフロント変わってるじゃないですか。フロントは変わってないですよ。グリルはあの変わってないマークだけが、はい、LT の鈴木のマークを埋めちゃってなくして、はい、で、その、内装業者のエルティードさんの、はい、ロゴをつけただけで。あとは、メッキだと、ブラックを塗った上に、レッドパールを。はいはい、あ、本当だ、色違う。レッドパールをちょっと入れてあるんで、光の加減でちょっと赤になるようにしてあるだけで。じゃあ、そのだけの横のアイラインもついてるじゃないですか。はい、アイライン。ボンネットもついてますよね、あれ。ボンネットも、なんかついちゃってますね。なんかついてますよね。なんかスポイラーみたいなやつ。ですよね。で、そう、下に行くと、なんかついてますよね。あ、なんかこれ貼り付けちゃってるんだ。貼り付けた上から貼り付けただけで。ノーマル外して貼り付けただけで。そうなんすか。うん。で、一番下も、貼り付けただけで。貼り付けただけで。貼り付けてビス、ちょっと打ち込んだだけなんで。いや、なんか、あ、ちょっとまたこれ奥。あ、ここはで、あ、ここは純正かな。そこなんかくり抜いちゃって、網張っただけなんで。全然やってるじゃないですか。ほんとんと。じゃあこう、ヘッドライトはやってないですよね、さすがに。ヘッドライトはやってないですね。やってないですね。え、ここの下のここは貼り付けただけで。あ、貼り付けただけです。うん。ジュース。どんどん出てくるじゃないですか。やってやるところが。なんか、ペタンペタンと。ペタンペタンと。じゃあ、ホイールは SSR さん。はい。16インチですね。16インチですね。ブレーキもやってありますよね。ブレーキもやってありますね。これも LT とかで。これ足回りはエアサスですね。エアサスですか。はい。全然がっつりやってありますよね。内装はちょっとがっつりと。これまだ全然やってない感じですか。内装はがっつりとやったり感じです。あ、やってある感じ、うん。こっちはがっつりとやってる。がっつりとやったり感じ。そうですよね。これフル構成ですよね。はい。あれ？これって、もともとついてますか？これはついてます。あ、ついてます。純正で。あ、純正なんですね。はい。がっつりと LT ゾさん、これは、100何万コースですかね。もうちょっと行きますね。やっぱり。はい。あ、あそこにエアフォースさんが。はい。ちょっと、かわいい、目玉親父が。これ、北郎って言いながら。はい。北郎はどっか行っちゃったけど。北郎どっか行っちゃったっすか？どっか行っちゃった。後ろもやってある。はい。これは、これは、突っ張り棒です。あ、突っ張り棒なんですね。突っ張り棒に、蛇を巻いて。蛇巻いてあるんです。いや、見応え一応、中が、エンジンの中と下と上と下で4箇所バーが入ってるんで、はい、エンジンはやってないですか？やってないですか？そこのドアもギリギリですね。うんですね。いや、加工がすごいっすわ。ここのスピーカーも一緒にやったってことですね。はい、そうですね。え、これって塗装なんですか？はい。これって塗装なんですか？塗装ですね。塗装の部分と、レザーと、から、ここは、何だっけ、シールっていうか。あ、シールなんですね。うん。ステアリングも。ステアリングは、純正じゃなくて、車外の、ピアノブラックと、もうコンビのハンドルを買ってから張り替えました。はいはい、いや、すごいな。がっつりやってあるじゃないですかね。中は、まだ、外はまだこれからです。外はってことなんですね。
あ、外のフロントは結構やってやって、横はこれ、横は何もやってないですね。全然やってないですね。こんな感じなんで。あ、純正なんで、純正にまだ。これからじゃあやるって感じですか？そうですね。サイドとリアと。リアと。作る予定です。マフラーと。あ、マフラーとですね。はい。素晴らしいですね。はい。あ、ここはこういうラインでへこんでるんですか？はい。乗り心地はいいですか、やっぱり。乗り心地は大丈夫です。バッチリです。バッチリですか？優しいですもんね。あれ、スライドドアって結構カタカタ言わないですよ。あ、言わないです。言わないですか？自分のがダメなのかな？全然言わないです。なんか走ってるとコト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 言ってて、そこの上が。まあ、全然言わないです。言わないんですね。まだ新しいかもしれない。あ、新車なんで。新車っすか？まだ1年経ったばっかなんで。あ、1年ですね。半年乗って半年カスタム出したので。いや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 。だって半年しか乗ってないですよ、まだ。カスタム費用もベース車両からしても高いっすよね。まあ、ベース車両プラスカスタム費用。これぐらいいってますか？もうプラスぐらい、600ぐらい。エアサスペンション入れたら600ぐらい。すごいっす。持ってますね。ああ、いっちゃってますね。いや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 、まだまだこれからサイドとリアとマフラーとワンオフで作るんで。ワンオフですか？これは LT ドさんじゃないですよね？ここは LT ドですね。あの、いや、外装もですか？あ、外装は違います。ステッカーだけは LT ドが貼ってもらっただけで。外装系はじゃあ、あの、愛知とかそこら辺のでやるんですか？まあ、知り合いとかそうなんで、まあ、純正とか社外のやつを貼り付けていって、まだこれから作るやつはまた別で、どっか違う業者で、はい、あ、なるほど、なるほど。エアロ関係は作ろうかなとは思ってますけど。いやいや、楽しみな一台ですね。はい。撮ってると。乞うご期待ということで。わ、はい、かりました。はい。ありがとうございます。はい。